大谷藤吉明治25年9月30日は、江戸時代末期から明治時代の将棋指し。武蔵国所沢新田生まれ。幼名は久次郎。江戸幕府滅亡後の将棋界の再興に尽力し、全盛期は、八代伊藤隆院、小野五平と肩を並べる棋力で知られた。大手には、所沢の東吉でも逃げるという言葉が残る。所沢の藤吉との異名もあるが、同じ異名を持つ寛政年間に活動した、福泉藤吉という将棋指しがいる。父の笠原春穂は、医師で尾張藩に仕えていたが、晩年、武蔵国所沢に退いた。その4、男として生まれる。13歳で初段の免許を受け、16歳で、棋聖と称された天野宗穂と対局、全敗したことから発奮し修行し、やがて在野の企画の一人として知られるようになる。幕府滅亡後の明治2年、将棋界最高を目指す8代、伊藤隆院と9代、大橋宗与の召集に応じ、百番出版競合会に参加。八代秋院と次期名人をめぐり争うが敗れた。その後も気力は衰えず、明治10年に東の大関7段、明治20年には東の大関8段になったことが確認されている。胸郭和田のところがあり、豪放来落、奇行が多かった。晩年は妻子に先立たれるなど不遇で、脳に変調をきたして没したという。埼玉ゆかりの偉人福泉藤吉、大内信之、天狗、太郎、名将の記あと187ページ。ありがとうございます。